ふわふわ気分のなおです。今回はゴスロリの衣装を着ました。はい、こんな感じですけど、このゴスロリの衣装はまだ一度しか着たことがなかったので、今回タクコスで着てみました。このゴスロリの衣装は去年の冬旅行の時に着てますので、こちらの動画もご視聴いただければと思います。はい、今後はゴスロリの衣装を増やしていって、ゴスロ系などでゴスロリの衣装を着ていこうと思っています。でね、タクコス動画は今後の予定的なお話になってしまうんですけど、ご了承ください。はい、今はね、毎週週に2回必ず動画をアップするという目標で、取り組んでいってますので、今はとにかく、動画の本数を出すっていうことで取り組んでいってますので、少しでも内容のある動画にしていこうとは思ってるんですけど、なんか今後の予定なお話になりがちです。はい、でこれもね、よくタクコス動画の中で言ってることなんですけど、本当に何か新しいことも取り組んでいこうと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、今回のタクコスしてみたの動画は今までのタクコス動画の中で一番短い動画になってしまったかもしれませんが、今回の動画はこれでおしまいです。いつもご視聴ありがとうございます。よかったと思ったら高評価、あとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとよかったらコメントもいただければと思います。それでは次回の動画もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。